手メディアが口閉ざす関西の疑惑、杉田議員が標的にされ、関西生コン問題が表沙汰になってから久しい。警察に89名が逮捕され有罪判決まで出始めているのに、新聞、テレビはほとんど取り上げないという不思議な事件なのである。ある意味で日本の闇である、八幡和夫氏から引用。労組側は不当と抗議主張しているが、もし朝日新聞をはじめ自称リベラル系マスコミもそう思うなら、堂々とそう主張をしてはどうか。それもせずに、ひたすら無視沈黙で、関西のテレビのローカルニュースで少し取り上げられるにとどまっている。その中心人物が、立憲民主党辻元清美議員にとって関西のお父ちゃんと言われるほど近しい関係にあるとか。辺野古反対運動の重要な支援者だとか公然と言われてもいる。不当な中傷ならそれを論じれば済むのだが、反論もしないのだから実に不思議である。この問題を2月25日衆議院予算委員会分科会で、自民党の杉田水脈議員が関西生コン事件と、辻元代議士との関係についての疑惑も含めて初めて取り上げた。野村警察庁総隊部長に関西生コン事件と定義し質問、説明を受けたのだ。分科会質疑の後、永田町の憲政記念館で杉田議員の励ます会があった。一部勢力の嫌がらせを避けるためか大きな宣伝なしの内輪の会同様だった。これに3人の閣僚が参加していた。特段、問題になることではなかった。ところが、蓮舫議員は国会の予算委で追及したのだ。江戸の仇は長崎で指揮の対応か、蓮舫議員がおっとり刀で。励ます会開催と絡めて、しかも、杉田氏でなく出席した政治家を攻撃するやり方で辻元氏擁護に乗り出したのである。杉田議員は予算委員会分科会で辻元清美と密接なつながりがある関西生コン問題を追及したので、わざわざ国会の場で陰湿な意趣返しをしたのだ。ネットでは盛んに報道されたのだが、既存メディアは協定でもあるのか一切取り上げなかった。その一方、ほとんど言いがかりとしか思えない励ます会への閣僚等の出席は朝日新聞が問題視するかのように、大々的に取り上げた。SNS にも煽りや偏見はある。受けては面倒でも取捨選択をしている。しかし既存メディアが嘘吹く報道する自由にはうなずきたいとは思わない。